皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ぶつぐスペシャル楽しかったですか？楽しかったね、はい、うん、知らないことばっかりだったね、うんうんうん、じゃあそんなぶつぐスペシャルについて30秒で PR していただきたいと思います。うんうんうん、ルールを説明します。今日行われた授業の内容をお一人ずつ30秒にまとめて PR してください。30秒過ぎたら強制的にストップします。30秒に満たない場合、30秒になるまでずっと流しっぱなしにするので最後まで頑張ってみてください。じゃあ誰からいけますか？じゃあやります。じゃあシロさんトップバッターで。はい、聞いてください。ドドン、あのみんなが大注目のなんと仏具今回は1時間にわたってお勉強してきました。あの地獄の回に続き仏具の回に抜擢された VTuber ねるちゃんはもちろん、あのこやちゃんと初共演が仏具の回で、あーなんかもうかんも言わないんじゃ、なんか仏具終了です。オーバーしちゃいましたね。かわいい、かわいい、おかしい。ハロルは下がったので。次どちらに変えますか？ちょじゃあかなさん準備はよろしいでしょうか？はい、頑張ります。はい、皆さんお加減はいかがでしょうか？23人所属バーチャルライバーのすこやかなです。今回はしろちゃんとねるちゃんと一緒に仏具について学んできました。仏具って謎やという感じなんですけども、仏様にまつわるものをたくさん学んできたので、あの仏教に関わりのある方もない方も、たくさん見て一緒に学んでもらえればなと思います。はい、終了です。ぴったりだ、ぴったりです。イエーイ、初めてなのにすごかったです。やった、褒めてもらえた。じゃあハネルさんよろしくお願いいたします。はい、頑張ります。習慣喫茶アニマーレの稲葉ハネルです。仏具、地獄に続いて仏具の会に呼ばれました。やっぱり私が死にまつわることに縁がある VTuber だからでしょうか。あの有名なでっかいあれにはあんな謎が隠されていたとは。終了です。おー、終わってしまった。隠されていたとはミステリーものだった。ミステリー、ね、すごいなんかヒヤッとしちゃった。ということで改善が甘い仏具スペシャル見てね。To be continued。 本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価を、ついでにチャンネル登録もお願いします。皆様のおかげで投稿動画500本突破。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いします。